メグロレン、海の始まり、畳みかける辛さに、気信号解像度の上がった相手を思いやるゆえの苦しみに視聴者は、耐えられるか。スノーマン、メグロレン、27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第3話が、7月15日に放送される。8日放送の第2話は、平均世帯視聴率が8.1%、ビデオリサーチ調べ、 関東地区と、前回から0.1ポイントの微増。X、旧ツイッター上では絶賛の声が多いが、辛さを感じる視聴者も多いようだ。同ドラマは、メグロが月9枠初主演で父親役に初挑戦する。人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。 第2話では、主人公、月岡夏、目黒の年上の恋人、桃瀬弥生、有村霞、三十一の切ない過去が明らかになった。そんな第2話は、夏のアパートにやってきた弥生は、一人で夏を訪ねてきたという海、泉屋聖奈七の姿に驚くが、彼女の祖母、赤根、大竹忍、六十六、が迎えに来るまでの間、遊び相手をすることに。 その後、海が帰ると、夏は弥生に大学時代の恋人、長雲水木、古川琴ね。二十七が自分と別れた後、海を産み育てていたと明かした。そしてその後、夏は水木から妊娠を告げられ、中絶の同意書にサインしたため、水木は中絶したと思い込んでいたとし、ずっと俺が殺したと自分を責めていたと告白。その直後、 やよいはトイレで座り込んで涙を流す。や吉は2016年の年末頃に妊娠していて、元彼に中絶同意書を書いてもらい中絶していて、という展開。視聴者の X 上の反響は、大竹忍はさすがだし、古川琴音はハマり役すぎるし、安定の有村霞はもうなんかやばいね。やよいさんにしか見えない。 メグロレンの優しいけどはっきりしないあの役の演技も上手すぎ、など、俳優陣の演技を絶賛する声の一方、登場人物が相手のことを考えてしまう優しい人ばかりで辛い、などと、相手を思いやるゆえの苦しみが見ていて辛いという声も。見ていて最も辛かったのが、赤根、大竹と夏、メグロが退治したシーンでした。夏に対して非難してはいけないのを分かっていながら、 その感情を抑えきれない大竹の演技は圧巻でしたが、それだけに辛さが増します。また、夏も弥生、有村も、誰も悪くないのに、みんなが苦しんでいる状況が続いていている中、幼い海、泉谷が癒しの存在になっていますが、それが逆にしんどいと感じている視聴者も多そうです。ドラマライター、山川。次回、弥生は夏が父親になるのであれば。 自分が母親になることも選択肢に入れてほしいと夏に告げる。彼らが新しい関係を構築していくことで、明るい展開がやってくるのではないか相手を思いやるゆえの苦しみというのは、本作と同じく産方ミクみが脚本を手がけた22年10月期放送、サイレントと23年10月期放送、一番好きな花同局系でも描かれてきましたが、 まだ始まったばかりですし、夏と弥生、赤根たちががそこから抜けるのは、まだ先になりそうです。さらに、大竹、古川、有村、池松宗介、33と演技派が顔を揃え、全2作よりキャストがパワーアップしたことで、より苦しみの解像度が上がっていることも、しんどいを増幅しています。合間に海の登場シーンで癒し要素を作るでしょうが、 見ていて辛い状況が続くと、視聴者が離れる可能性もあるかも、全道生形が描こうとしているテーマは深く、ドラマの出来も素晴らしいながら、ついていけなくなる視聴者もいるかもしれない。次回、図書館の師匠仲間だった、津の、池松と水木、古川、の関係も明らかになりそうで、苦しみを抱える登場人物も増えそうだ。 どんな展開になるか注目したい。ドラマでもこんな笑顔が早く見たい。